YouTube を始めました。宣伝広告をしたらチャンネル登録がどんどん増え、おそらく 2,3 年でチャンネル登録が数万人を超えそうです。そこでそんななんですが、 YouTube としてご飯を食べることはこの先何年くらい続くと思いますか？YouTube 自体が破綻したとしても、映像で、生主とかで見つけど、映像でなんか喋ったりして、それを見る人がいて、そこで広告だったり、なんか投げ銭みたいなお金が介在するっていう構造自体は、多分30年後も変わんないと思うんですよね。例えばニコニコ動画というサイトが、僕が言うのもなんですけど、落ち目つつあるじゃないですか。で、じゃあニコニコ動画で活躍していた、ニコ生主と言われる人たちだったり、あそこで動画上げてた人たちって、今 YouTube に行って、YouTube でチャンネル登録者数100万人とかってやってたりするんですよ。なので、プラットフォーム自体のが落ちぶれたりとかなくなったとしても、結局そこで育った人たちっていうのは、他の新しく育ったプラットフォームに移動することができるので、なんでその YouTuber として落ちぶれたとしても、じゃあ、それがなんか TikToker なのか、なんかミルダマーなのかわかんないですけど、なんか新しいサービスに移動するとか、あと市議会議員になるとか、そういう感じで食っていくんじゃないですかね。